グロービス学び放題。おはよう。おはよう。血圧正常、体温もいつも通り、健康状態良好です。今日の朝食何がいいかな。ちょっと待ってね。そろそろ顔洗いに行こっかな。今日は朝からお客様訪問なので、いつもより10分早い7時40分に出ましょう。朝食は手軽に300キロカロリーを得られる卵サンドと野菜ジュースはどうですか。鉄分が不足しているので卵サンドにパセリを入れます。いい感じ。昨日は昼も夜も外食でビタミンが不足していますから、野菜ジュースはいつもより人参とほうれん草を多めに入れます。了解。野菜ジュース、果物も入れて美味しくしてね。ではリンゴを1個入れます。じゃあよろしく。どれにしよっかな。いい匂いがしてきたな。もう少しですよ。できました。あ、できたできた。うん、美味しそう。味付けも私好みでいい感じ。それはよかった。アニメーションで見たスマート生活は私たちの近未来です。近未来の生活は今との違いがたくさんありました。例えば自分で朝食のメニューを考えたり調理をしたりせずに、栄養バランスの高い美味しい食事が出来上がりました。これらは進化したデジタル技術と情報によってもたらされました。膨大なデータが処理され、アンナさんにとって価値ある情報が生み出され、その情報をもとに物がやり取りされたり動いたりすることで朝食が作られたのです。デジタル技術と生み出される情報により、現代では自分でやるしかない手間や労力を機械が肩代わりしてくれました。これが私たちの近未来です。